それではですね、ウルフ戦争がなんでこんだけ長いこと続いているのか、まあ、いろんな方面から、ね、ちょっと探っていってますけど、今日はね、ちょっとこのウルフ戦争の、ね、ウクライナ人の生の情報っていうのを、少し見つけてきたんで、その情報源も見つけてきましたんで、いっぺん、ね、日本で行われている、ね、こういう真相ニュースの、ね、こういう人の情報、ね、ロールズのこういう人の情報が果たしてね、我々がもう聞くに値すべき情報なんかどうか、ね、よくテレビに出てきますけども、こういう人の情報が本当に聞くべき情報なのかということをね、もう一度ちょっと見てみようかな。それにはね、ウクライナ人ね、の生の情報っていうのをね、追ってみやなかった。で、それでね、そういうウクライナの生の情報をね、ちょっと見つけてきたんで、それの紹介ということになります。で、まずね、このリョウさんっていうのがね、去年のね、8月、だから侵攻を始めて1年ちょいか。ね、ぐらいのところで、1年、2年近くですね、経ってるところで、ウクライナのリビウの方に、行ってきたという、そのリビウの、まあ、潜入記みたいなのを、ね、書いてあったんで、まあ、それを見てると、まあ、入国ね、ウクライナ生の情報を仕入れたくて入局したと。で、まあ、英語もロシア語もできる人ですよということですね。まあ、最初は緊張して入国したけども、まあまあ、話していくと、リビウの街もね、穏やか。まあ、ウクライナ語、ロシア語も十分通じましたよ、というような感じですよね。で、やっぱり、そのね、ハリコフとか、他のね、東部のウクライナからね、移住してきたとか、避難してきた人たちも、まあ、いてたと。いうことで、まあまあ本音までは聞けたんかどうかは分かれへんねやけども、ウクライナで聞くとですね、まあ、ロシア語もまあリビウではその頃は十分ね、普通に話したけど、まあなかなか、ね、本音まではちょっとね、まあ一回の他人にはね、話せやん、ような感じだった、ということですね。その中でもまあ少しね、居酒屋みたいなところに、行って、ね、その兵役がね、ローテーションで交代して、ちょっと帰ってきたっていうか、その話をね、話し込んだ人のね、まあ、兵士ですよね。山岳の守備、国境守備兵士、話し込んでたんやけども、そこでやっぱり話し込むと、やっぱり戦争はね、少しこのまま長いこと続くんやないか、ね。で、もう戦争自体がね、ビジネスになってしまってると。つまりね、戦争がウクライナの産業、ね、海外からお金をもらってきて、我々の命を差し出して、そしてウクライナの政権、キエフ政権が声太ってるというような状態になってるんやと、だからね、我々は命を差し出して、ウクライナの、まあ、産業ビジネスを支えてる。そしてその ビジネスで、儲けてるのはキエフ政権の一部、ね、で、まあ、海外でもね、勇ましいこと、日本でも勇ましいことを言うが、もうその去年の8月の時点ですよね、やっぱり戦争は早くやめてほしいっていうのが庶民の本で、やったというようなことをちょっとね、聞き取り調査してきた方がいて、いやいや面白い記事やなと思ってね、この人も追いかけてるんですけども、そうするとね、つい最近このね、インタビュアーパンチェンコ氏っていうのの紹介があって、でこのパンチェンコ氏ってどんな人やったか、どんな人かっていうと女性なんですよね。で女性で、
ウクライナでね、割合ね、よく知られて、このウィキペディア見てみると、人気のキャスター、あ、まあ、イメージとすれば、ね、キャスター、ってどんな感じの、まあ、ウド・ユミコみたいな感じかな、まあ、あるいはそうですね、誰か、まあ、パッとは思いつけへんけども、黒柳徹子ではないのは分かりますけども、まあ人気のキャスターという形でウクライナでは人気があってね、でもまあポロシェンコ政権にも対抗してたような感じでも、その時はね、でもウクライナのテレビもねやってて、そこで番組の司会者なんかも務めたとね。でポロシェンコ政権には対抗してたんで、パーソンオブザイヤー2019年、に生まれたと、ね、受賞したりして、ウクライナのね、その自由ね、そして、ロシア語で、ロシア語を語る自由というのも、ウクライナの中のそういう自由ですね、報道の自由ということを主張してた、ね、方みたいですよね。だから、ね、西側がこのその自由と民主主義をね、まあ、みんなに広めようと。で、今このウクライナにはそういう自由と民主主義がないんじゃないかということで、体制とね、いろいろ揉めた、してやったということですね。なんか人気のキャスターみたいですね。まあ、ウクライナで最も影響力のある女性の7位ぐらいから割合よく知った方みたいね、そういうキャスターやったんやけども、このね、2022年の2月24日ロシアが侵攻を始めた時は、やっぱり、このロシアの侵攻を何するんで、プーチン勝手なことをすんなよということでね、プーチンの、まあ、非難、うん、ね、ヒトラー悪の権化ということで非難をしてたということだけど、やっぱり実情8月ぐらいになって、ウクライナの現状、ドンバスの現状とかを見てると、ちょっとやっぱりね、今のキエフ政権っていうのは違うよねということで、この親ロシアの方に傾いてきて、ね、だからここでももうね、脅迫を受けて投稿したんやということで、新ウクライナ的な投稿は削除して、新ロシア的な投稿、そうするともう完璧にね、ウクライナと対峙するから、ウクライナのキルリストにも乗って、そしてウクライナ国内には住み合いようになって、だからね、ウクライナのもうキエフからね、脱出したみたいですね。ほんで、まあ、ドンバスに行って、今はね、ロシア占領地域に行ったけど、今はなんか中東の方にいてるという話もあって、まあ、どこにいてるか分からないけど、そういう番組とかね、YouTube で情報発信をしてる、生っ粋のウクライナ人です。もともとはニコライエフに生まれて、ね、キャスターをしてる、ウクライナの大学を出て、ウクライナのキャスターをしてる人。が、ね、侵攻の時には愛国心に目覚めたけども、ちょっとキエフ政権のやってることは違うよねということで、反対、まあね、ボグダンも貼っておきますけど、ボグダンも、最初は愛国心に目覚めたけど、今はやっぱり、ね、キエフ政権の批判に立って、そして戦争は早く終わるようにというような情報発信を日本語ではしてますけど、この人はもうロシア語で世界中に発信をしているということになって、まあそういう人でね、結構影響力のある人かなというような感じですよね。だからウクライナ当局にはもう目をつけられている人で、その人のね、この亮さんが、ルカシェンコのインタビューとか、これが600万ビューやったかな、そういうのを、まとめてたんやけども、まあ今まで我々が聞いたようなね、侵攻とは若干違った侵攻形態、ウクライナもかなり挑発してたよというような侵攻形態をルカシェンコから聞き出してきたりとか、
あるいはこのパンチェンコ氏のね、これ YouTube、これで不思議にね、削除されてないんですよ。で、158万あね、サブスクライバーが空いてる。もちろん登録しました。ね、そして、そのね、ジョージア、ロシア、ウクライナのロジックとかね、ゼレンスキーの正当性とかね、ロシアというような形で、まあ、歴史から、そして、ウクライナの現状から、これちょっと日本語にね、解釈したんで、まあ、を述べてるというような感じなんで、まあ、ね、番組は見たら前も説明したけども、この、ね、男性のおちんをトイレットペッパーの芯より大きくする方法がある。翻訳機構っていうのがあるんで、ここですよね。ここの翻訳、まあこれね、翻訳するからもう日本語ですから、はい、してもいいと思うんで、ね、ほんで字幕をロシア語から、これ自動翻訳に変えて、日本語に変えるとね、ある程度のね、日本語のニュアンスが出てきますから、まあある程度の番組の内容っていうのは把握できると思うんですよね。それもまあ早送りもしてるから、まあ日本語を読んでいけばね、まあ早く10分の番組やったら5分で見れるという感じで、まあこういう形で今起こってる戦争っていうのは西洋がプロパガンダしてる戦争ではないんやないかというような、情報発信をしてる、ね、ウクライナ自身がね、そして、ね、我々ウクライナ人がやっぱり平和を今望んでるんやというような情報発信をしてる。で彼女ね、この X にもね、登録してるんで、この彼女の X も必ず僕もフォローしておきました。フォローしておくと、ね、この今上がってこれね、結構彼女の支援者、ウクライナの国内にも支援者があるんで、そこかしこでね、こういうような動員、強制動員の、ね、動画を撮ってそれを彼女に送ってくるみたいなんですよね。そしてね、その動画を撮って送ってきたのを彼女はこの自分の X に載せてるんだけど、まあ、女性が非常に戦ってますよと、いうような感じで強制動員の動画を載せたりとかね、ウクライナの現状、いろいろと載せてね、ほとんどこういう感じでね、コミュニティノートがついてるんですよね、彼女の。だから、まあ、反体制派というような感じでコミュニティノートがついてるんだけども、まあ、実際ね、起こってる現状をこう映像で伝えてくれるんで、この強制導入なんかの映像もね、伝えてくれるから、結構ね、面白い番組になっております。で、これなんか彼女が、ゼレンスキーがね、選挙公約とか、選挙に出た時の彼女のインタビューなんかも上げて、本当に ね、人気のキャスターやったみたいですよね。で、ゼレンスキーもその時には、真面目に答えた。それがね、今あの汚い服を着て、これ彼女です、これゼレンスキーね、汚い服を着て、戦争ビジネスで、金儲けに走ってるゼレンスキーになってるというような感じで、まあ、ね、で実際の彼女ですよね、これが実際の彼女で賞を受賞したいけども、まあ、またそれをねこうミームでいろいろと彼女に対する嫌がらせをつけたりというようなことですよね、があったりするんやけど、まあそれにね、彼女は負けずにこのポストをしてるんで、これぜひぜひね、面白い彼女のね、ポストですから、ぜひ見ていただいて。ね、そして、実際のウクライナ人、そしてもともとは、まあ、ウクライナ側の反体制だと、こういう、ね、ミームを、ね、ウクライナ側が出していくんですね。さっきの彼女の写真と違ってミームを出していくんだけど、まあ、それに対して、サンキューフォープレゼンテーション、
to be on your side, I just need to call for the work. ね、だから あなたの側に立てば、その戦争に対して必要なのよねとかっていうようなね、ありがとうをね、宣伝してくれてと。でまあ、あなたはね、そういうね、戦争を、ね、に対して必要あるとか、ね、あなたの側に立つには戦争を呼びかければいいんでしょう。即時停戦じゃないと反、ウクライナとこういうことで、こういう写真を投げかけられるわけですよね。まあ、非常にね、面白いですね。だから、彼女の本当の姿、ね、賞を受賞した時の本当の姿がこれだから、もう本当にね、このウクライナのね、今戦争支援してる人のやってることがね、いかに幼稚なね、これが本当の彼女の賞を受賞した時の写真やけど、それをこういう写真を載せて留任を避けて、お前は戦争支援しないから、反ウクライナと言ってると、ウクライナの中でね、もういかに本当に幼稚なことをこのね、柴犬アイコンたちがやってるかっていうのはよくよくわかるんで、この彼女を必ずチェックしておいてください。これはね、あと情報全部ね、また概要欄に貼っておきますんで、見ていただいたらいいけども、生粋のウクライナ人ということですね。そしてね、まあ、パルシェンコなんかの時代から自由をね、言論の自由を守るために戦ってきた人ということですね。で、あとね、まあ、彼女がインタビューしたこの、ね、ニコラス、ジュリーとのね、я думаю, что нет. ね、почему? で、やっぱりね、それでも中心は、やっぱり、вернее, 戦争を支援してない人くらい、まあ、住人。еще в 2014 году. でもそれをね、面と向かって言えない。они допускают до этого.第二次世界大戦中の大本営発表の日本みたいな状態に今なってるということをね、大きくウクライナの状態がものゆえの国、ね、になってるということ、これがまあ彼女がキャスターで、活躍してた時代ですよね。でもう一つね、このアザーロフさんもね、これも、マイダン革命の時のね、首相を務めたんですよね。で、その首相を務めてたね、割合こう馬淵大使とも親交があって、馬淵大使が言うには、まあ、彼は非常に高潔な人やったと。でやっぱりこれも今回のロシア侵攻の時に海外と、ね、逃げて、海外からウクライナの情報を、ね、発信してて、そのムーリアっていう情報サイトがあったんだけど、これはね、非常に紹介してたんだけど、この情報サイトはもう消されてます。で、だから最初にね、ウクライナ情報を発信してたサイトっていうのはね、割合ね、その西側のブレイブキャンペーンの時に、ね、消されたんですよね。で、消されて、もうウクライナからの生情報、地位情報を取得できへんなと思ったけど、最近、まあ、彼女は消されてないし、最近、このね、アザーロフさんも復活してます。だからウクライナのやっぱり内情をね、今大体どんだけ中抜きされてるか、半々ぐらいには中抜きされてると。だからまあ海外の援助、日本の援助全部ウクライナに行ってるんじゃないし、さっきね、亮さんがこれ言ってたように、庶民も分かってるビジネスとなってます、戦争が。だから続くんやろうね、という話と通じるんですよね。だから上層部のビジネスになってる戦争。っていうようなことをね、発信してくれてるんで、まあ、ここもね、まあ、番組、これ、土地かなっていうのかな、なんかやっぱり、このアザーロフさん、これはアザーロフさんの説明ですよね。アザーロフさんっていうのは首相、この人も高潔な首相で、今海外からそういう情報発信をして、ウクライナ、本当のウクライナを見てほしいね。ウクライナの国がこのままじゃ滅びてしまうよってことで、情報発信をしているということですよね。
そしてまあこのねアメリカの番組なんかでも、ウクライナゼレンスキーはね、この5月で大統領の任期が切れたんで正当性がないやろうということで、アメリカの雑誌でさえ、雑誌とかこういう YouTube 番組でさえゼレンスキーの正当性についてね、もう話してるけど、日本でね、こいつらが言うことって、ウクライナの戦況でいて、ね、我々は、ね、ウクライナが負ければ次は日本やというような話しかしないんですよね、こいつらは。ね、一体そんだけの、ね、戦争を煽って、ね、こいつらが何したいのか、あるいはね、そういう戦争を煽るためにどっかからね、お金が入ってないですかと。これまあロールズ上げておきますけど、これ補助金3年間で7億もらってますからね、もちろんお金外務省から入ってますよね。これってまあね、ちょっと別の話になるけども、コロナもね、コロナワクチン、あるいはコロナに関してかなり、こういうインフルエンサーっていうか、情報発信者がね、お金をもらって、コロナワクチンの情報発信をね、怖くないもんやというような形にしてたりとか、国がかなり情報発信をしてたのはコロナの時代、それからこのウクライナ、ロシアの問題に関してもしてるな、ね、だからそういう情報発信からの情報だけじゃなしに、やっぱりね、我々が得るべき情報っていうのは一次情報ね、そういうウクライナからのね、発信者の一次情報をもっと得るべき、ね、そして、今日そのね、こいつなんか、まあもちろんブロックされてるしか鍵になってるからまあ見ないんやけども、こういう日本のこういう情報を見るよりは、こういうディアナさんの生情報ね、を見た方が、ね、かなりそういうウクライナ同士のやり取りもね、これも英語で知ってくれてるんで、かなりこれ、見どころはあって、やってこれがね、このやり取りをこうして好きなような形でやり取りをしてて、それでもね、まあ削除されてないっていうことは、まあ X かなりね、発信に関しては自由な、ね、情報発信源なんやろうと思いますんで、まあこんなやつの情報を取るんやったら、こちらフォローして、ウクライナ人の生情報、元キャスターやった生情報を見た方が、よっぽどね、ウクライナの現状を分かると思います。そして、まあ、ウクライナの現状っていうのは、この亮さんがね、去年の8月に行って、まあ、それからまた1年経つんやから、そして、僕だ今は上げてないけども、僕だ上げておきましょうか。YouTube の僕だ情報なんかね、上げるとかなりね、僕だも話が変わってくるんで、まあもうそろそろゼレンスキー政権、批判というふうに変わってきてますから、まあこの僕だ情報は日本語で出てきてるんで、まあこの僕だ情報もこれもちょっと注意しておいても、かも分からへんですよね。これで僕だ情報で、これで8万登録ね、タッカー・カールソンの YouTube かなが200万、僕だが8万ね、で徴兵祭とかいろいろもね、これは日本語でね、アナウンサー、日本のアナウンサーと話してるから。そして彼女は158万、まあこういう形でウクライナの生情報をね、一時情報をウクライナに住んでる人、あるいはもともとのウクライナ人から仕入れられるんで、必ずねそういう情報を見て、今ウクライナの現状がどうなってるのか、そしてウクライナ国内で戦わされてる人が一体どう思ってるのか、
彼らはね、まあ、NATO が、ね、ウクライナを支援するって言うけども、武器支援だけで人は支援しないから、戦うのはスラブ民族だけで、ウクライナの地が荒れるというような現状に関して、もうやっぱり即時停戦してくれよ、ね、我々はね、何を望んでるんかというと、ウクライナあの平和を望んでいるんやと、いうことなんで、そういう生情報、そして、彼女をね、女性として、ここまで発信している彼女にね、ちょっとエールを送っていただきたいかなと思って、今日はこの彼女のパンチェンコをね、パンチェンコ氏の説明でした。ぜひ彼女のこのリョウさんフォローと、リョウさんもね結構ウクライナの両方フォローしてますけど、ジョウさんフォロー、そしてこのパンチェンコ氏のフォロー、そしてこれのフォロー、それからまあニキータチャンネルはね、有名やから、ニキータチャンネルのフォローというか、他のね、ウクライナの番組、このアザーロフさんが出てる番組のフォローとかね、こういうので、生情報をね、仕入れてください、ね、消えてきますからね、どっかで飛んでくから消えてっちゃうから、ぜひね、見た時にフォローして生情報を仕入れておいてください。これ全部はね、 YouTube の下の概要欄に貼っておきますので、また見たいなと思ったら見てもらったらええんやけども、まあウクライナ国内からウクライナ人が今このウクライナとロシアの戦争に対してどう思ってるか、の生情報を仕入れるのにはどうするか、そしてその生情報の一端をお伝えしました。早く戦争は終わってほしいです。